松重、てめえもう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな、俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙って見てな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。おお、誰だこれ。何者だ。たった今、広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか桐生。伊達さん、風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？四か？あんた丸棒に？十年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで
人生が狂ったんだ。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はその由美って女か。その二つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。お前が無所に入ってる間にカムロ町も様変わりしただろう。ああ、馴染みの手。おっと、おい、セレナか。確か天下一通りだったよな。何かあったらその携帯に連絡する。頼んだぞ。おい、いらっしゃい。久しぶりだな、レイナ。キリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でもキリュウちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね、レイナ。おやっさんは俺に言った。ユミを頼むってな。うん。あいつのこと何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリュウちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で今その水木は？それが詳しくはわからないの。
瑞希ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女ユミちゃんによく似てた。会えばすぐに分かると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山くんのこと聞かないんだ。それとももう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。何があった？私が来たらみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。
充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああそうなのか。え、おじさんひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。だよね、安心した。すなしごちゃん、今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。なんだよ、あのさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ？え？探してるんだろ？わからない。今日ずっと探してたんだけど。
家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか？じゃあお前。お前じゃない。うん、私は遥、お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ、キリュウカズマだ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何か食べ物、この子死んじゃうよ。ありがとう、おじさん。あれ、どうしたの？食べなくなったな。腹が減ってたんじゃないのか？もしかしたら喉も渇いてるのかもな。それで飯が進まないのかもしれない。どうしよう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。水を持ってきたぞ。
ありがとう。でもこのままじゃ飲めないか。水を入れる皿も必要みたいだな。